すごい。初めてなんであれば、とにかく動くときには必ずどこかへつかまって、はい、自分の体は自分で守るということで、はい、まあ、落ちても大丈夫だったけど、何やるか分からない、自分の体は自分で守る、必ず動くときには、はい、片手を必ず掴んでから。頭これ結構当たると失敗。おお、すごいすごい。あれ、シート。メインシート。はい。メインシート準備で。これだけ釣り。前の。じゃあ釣り船じゃない？いやすごいね。この間あれでしょ、モーターボート引きられたからあの辺のちょうどこんな感じで入ってたりして、まあ先輩っぽいで受け継ぐ。空海艇ってどうやって引き上げるんですか？引き上げるの？どっか浮いてるんですよ。これね、アクションカメラつって最近買ったんです。あ、最近買ったんですね。これすごい綺麗に映るんですよ。ちっちゃいですけど、4K で映るんですよね。あ、そうなんですか。はい、でこれは時間と流れどうですか？これはまあバッテリーのあれで満タンで1時間取れないかな。で、チップは何入ってるんですか？ね、そう。大体これで元1時半とかね。ああ、なるほどね。こんな感じです。いやー、でも今日は最高ですよ。最高ですね。なかなかね、こういう日これは経験できないな。そうですよね。やっぱり天気っていうのはね、思うようにいかないから天気だけは。穴近づいてきちゃったの。おお、来た来た来た。結構フラワーセンターあたりから見ても分かるんだっけ。そうですね。まず六号線から見ても分かりますよね。マークがね、独特なマークですから。最近さ、漁船とかなんかで衝突の事故は多いですけど、あれってなんであんなことにですか。いや、見張り不足です。よそ見してるもん。こうやって常に。そうですね。来てるサバみたい。青い背中。